当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。インプラントを辞書で聞くと植え付ける、植え込むと書いてあります。医学用語としては組織を移植する、挿入する、または移植された組織と書かれていますね。歯科ではインプラントは人工歯根のことを指します。人工的に作られた歯根という意味ですね。素材は何ですか？チタンです。現在ではその表面にハイドロキシアパタイトという歯の成分と同じものを薄く固着されたものが開発されました。チタンの特徴を教えてください。チタンは人体との親和性が高く、アレルギー反応が起きません。インプラントが今日のような発展を遂げたのはチタンの恩恵があるからですね。チタンの素晴らしい特徴を発見したのはいつ頃ですか？それはですね、1952年にスウェーデンのブロネマルク博士がですね、骨とチタンが強く結合し長期にわたって拒絶反応を起こさないということを発見しました。はい、だいぶ昔ですね。そうですね。発見のきっかけが知りたいです。彼は骨折が治癒する経過を知るための実験を行った時に偶然見つけました。そうなんですか。骨折の治癒の経過観察に使ったチタン製の実験装置を外すという、はい、それが骨と強く結合してうまく外せませんでした。はい、調べてみると器具と骨との隙間が新しい骨で埋め尽くされていました。なるほど。この強固な結合をオセオインテグレーションと呼びますね。はい、機関産業の乏しい当時のスウェーデンでは、はい、国家一丸となってチタンインプラントを国の産業として育てました。はい、ブローネバルグ教授は10年以上の研究を重ねた結果、はい、初めて人体へのインプラント実験を行いました。なるほど。オセオインテグレーションは歯科医療にとってのビッグバンでした。はい、偶然の発見が今でもインプラント治療に生かされています。大口先生ありがとうございました。はい、どうございまして。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。引き続きご視聴お申し込みをお願いします。登録ボタンを押すと便利ですよ。